満州重工業開発株式会社は、満州重工業開発株式会社管理法により、1937年に設立され、ポツダム宣言の受諾に伴って閉鎖された、満州国の特殊法人、持ち株会社。通称は満行。満州国内の高工業を一元的に統制する、ことを目的とし、日産コンチェルン総帥相川義介が、初代総裁。 高崎達之助が副総裁を務めた。満州国の経済運営で、明治以来日本の国策会社として、南満州鉄道が巨大な影響力を持っていた、ことを嫌った関東軍の求めに応じ、日本工業や日立製作所、日産重工業を参加に持つ日産コンツェルンの、総帥相川義介が、 満州全土の工業から各種製造まで一貫した計画のもとに生産することを目的に1937年にグループの持ち株会社である日本産業を満州に移転、改組させて設立した。総裁は相川が務め、参加に満鉄から譲渡を受けた昭和製鋼所や満州炭鉱などの鉱工,工業会社を置き、 これらの会社を統制したが、次第に関東軍や満州国政府の経営干渉を盛んに受けるようになった。相川は当初、アメリカ資本の導入を検討していたが、軍需物資の生産基地として日本が独占権益を持って開発することを求めていた、関東軍と意見が一致することはなかった。この結果、相川は1942年に総裁を辞任し、 万業が保有していた日本国内の企業の株式も新たに設立した万州投資証券に移して万業とは一線を画することになる。1937年12月27日、万州重工業開発株式会社法の施行と共に設立された。旧日本産業株式会社を母体に、これに万州国政府からの出資を加え、万州国政府の監督のもとに、 満州国内の重工業の総合的開発及び確立を目的とした。資本金総額は4億5千万円で、総株数は900万株。内満州国政府の持ち株は半分の2億2500万円、450万株。一般持ち株は残り半分である。事業内容は国策的使命を帯びたホールディングカンパニーで参加には、 旧日産当時の内地諸外者と新たに満鉄から譲り受けた重工業関係の満州諸外者とが属する。手持ち有価証券総額は5億1500万円、総資産6億600万円の8割5分を占める。これらの諸外者からの配当収入が当社の民間1割配当の根底である。前期の総収入2500万円、総資質735万円。 差し引き利益金1788万円。この利益率9分に対し民間1割、政府5分の配当を行った。満州国は当社に満州国産業開発に投下した資本に対し10年間6%の収益率を保証した。さらに満州国の出資分に対する配当率は民間配当率の半分で良いことになっている。 その上満州重工業の開発資金約20億円に対し満州国、日本の両政府の支出は言うまでもなく、金融信事系統及び外資の誘導によって、これを支弁する予定があり、満州国における重工業の開発は当社の今後に期待されるものとなった。満州重工業開発株式会社管理法、特殊会社準特殊会社法令及び定慣修。 安森5年、1938年、満州中央銀行調査課、国立国会図書館、礼、ありがとうございます。